はい、ヒロミです。今回もポケットモンスター前のライバル実況を続きやっていきたいと思います。前回は、伝説のポケモンイベルタルと戦って、フレア団倒しましたんで、今回続きやっていきましょう。なんか、プラターの博士に呼び出されたんですよね。まあまあまあ。あ、なるほど。多分ここは、多分イベルタルのところ行かないと多分通れないのかな。はい、へい、スプレー使おうか。ここはなんだろう。あー、逆さバトルができるのね。じゃあ今ここはいいや。でもここはね、なんか覚えてるんですけど、また今行ってもあんまり意味ないんだよな。ついた。博士どこおんねんやろ。おう、うん、戦闘してないから回復の必要もないしな。あ、月光がじゃん。あ、まあ確かにそれはそうだな。影踏みかな。ああ、滝登りしたらギャラドスに進化するみたいな話だっけ。あ、どうも。あ、いえいえ、大丈夫ですよ。はい、ほう、まあまあまあ。あ、バトル？これだいぶ最初の方で戦って以来だよな。あ、最終進化か。ってことは多分、あ、不思議なミラーになっちゃいましたけど、メガ進化使ってくるんかな。交代します。圧倒的相性の良さね。つか、なんで、不思議丸に対して花びらの前打ってきたんやろ。4分の1やぞ。まあ、他に打点がなかったんだろうか。それとも、バトルしろと。カメックスを変えましょう。こんなこと不思議丸。花びらの舞。ゲイ。じゃ、次リザードンだよな。ゲイ。はい、じゃあ、シャワーズ。じゃあ、波乗りかな。あ、まあ、さすがに向こうの方が早いか。まあ、そりゃそうか。まあ、てか、リザードンが早いっつうか、シャワーズがそんなに速くないっていう表現の方が正しいのか。はい、ありがとうございました。あ、いえいえ。よっしゃ。
構大変だな、博士も。あ、ちょっと回復しようか。はい。じゃあ、宝物が、確かこれ覚えてんだけど、はい、不思議な飴。ではなく、あれ、ここじゃなかったっけ。あ、ありがとうございます。なんか切ねえな。あ、これだ。あ、なるほど。過去のプラタンの博士から、現在のプラタン、未来のプラタンの博士に向けてってことか。ああ、思い出しね、わざわざ思い出しね。ああ、はい、まあ確かにな。あー、まあ行ってないな。よいしょ。ほう、どっち、これどっち行けばいいの。あ、じゃあちょっと一旦、こっち登るか。何ここ、何ここ。あ、アイテムとかあるだけか。改めてこっちに行きました。はい、行きましょう。多分ここも野生ポケモン出てくるからスプレー使おう。まあできればトレーナー戦は避けれるところを避けていきましょうということで、まあ、あのアイテムちょっと裏でやろうか。ここあれよな、なんかルビサファのさ、なんか天気研究所抜けたところっぽいよな。あ、なるほど。ここは結構バトル界なんやな。過去トレーナーとの、あの味方キャラとのバトルなんやな。いくぜ。あ、耐えられた。きっこ、あ、ヌメルゴンかな。あー、そう、多分特性装飾なんかな。そう、やりやがったな。そう、こっちはヌメルゴンまだ進化してないんだよな。そう、うまいな。あ、マジで、そう、マジかよ。変えよう。自信使ってくるとは思わねえじゃん。はい。空飛ぶですね。竜の波動。まあ、ヌメルゴンは結構防御寄りの種族地なんで。ニトチャで落ちるかな。半減やけど。落ちた。
素早さ上げる。そう、600速やからな、ヌメルゴン。このニットチャレンダー、素早さ2段階上昇。それ全然使ってなかったからな、ファイアロー。ブリガロン、ここまでいいでしょう。あ、そっか、御三家使っ最初にもらったポケモンだもんな。まあ、虫、じゃあ、草格闘なんで、一応、飛行タイプ4倍です。はい。ワンパンです、こんなもん。はい、ありがとうございました。よっしゃ。あ、そうだったね。回復させてほしいんですけど、ファイヤロー、ファイヤロー、あ、ファイヤローとか使ってくるんや。じゃあ行くぜ。回復してねえなー。一応炎飛行なんで、わー、交代読みの、やめろ、やめてくれ。わあ、しょ、ロスレイド変えましょう。まあ、フォクシー、一応さっきの戦いでだいぶ体力削れてるんで、猛火が発動して炎タイプの威力が上がってるんですよね。OK。 シザリガーは水アクか、不思議馬に変えましょう。マフォクシーだと相性悪すぎるんでね。じゃあ花びらの舞、へい、はい、ありがとうございました。おう、あ、ありがとうございます。マジで、いや、図鑑勝負かと思ったわ今回も。横ライチュー、ボールの投げ方が、どうしようかな。花びらの舞やっちゃうと耐えられる可能性あるし、静電気のか、わぁ、どの道やんけ、どの道麻痺やんけ。あぁ、最初から花びらの舞打っとけばよかった。ゲイ、プテラを変えましょう。炎ちゃうわ、岩飛行なんで水タイプのシャワーズが波乗りで抜群つけます。どこへ復元したんやろ。ちゃんと化石とかもらってるんやろ。
そう、マジかよ。そんな技使ってくるとは思わねえじゃん。まあ、プテラはね、防御は低いので、ワンパンっすね。フラージェスは、フェアリータイプ。なので、キーバナにしたんですが、ちょっと、ま、麻痺ってんのきついね。回復をしたいね。まあ、あんまりちょっと不翻訳の回復のクリスかを。お、ミストフィールド。この時代からですよね。なんか第7世代の技っぽいけど、第6世代からありはするんですよね。ベノムショック。一応フェアリー単タイプですね。半減。なんか、見た目的に草タイプとか入ってそうな感じはするけど。どうしよう、メガキンガ通過を。なんか、トロバ君に使うことになるとは。ギー耐えられる。OK。あ、いえ、とんでもない。じゃあ特攻が上がりやすいから控えめは悪くはないんだけどね。確かに。あ、そうなんだ。おう、おう、滝登り。どっかで使うとかあんのかな。まあ、多分最後の多分チャンピオンロードとかで使うんやろうな、多分。さあ行こう。ほう、さっき使われたけどな、ミストフィールド。うん、お、来た、エイシスシティ。じゃあちょっと回復させようかな。はい、回復しました。で、ジム挑戦はしたいけど、ホース未来のチャンピオン。おう、じゃあ迷いの森に行けばいいってことか。でもめちゃくちゃ寒そうやけどな。どこ、迷いの森ってどこ。こっちかな。迷いそうやな、迷いの森っていうぐらいやから。あ、ここか。イーブイがグレイシアちゃうわ。リーフィアに進化するところ。確かに迷うな。これは迷うな。こっちじゃないのかな。ん？あー、向こう行かないといけない感じか。あ、多分、またマシーンだよな。不
しいな、おだましい。かな。あなたがウルップさん？あ、逃げられた。ほう。あ、どうも。はい。違います。ほう。ちょっとだけ見てみようか。あ、あそこは殿堂英語に入れるとこですね。あ、それが何を意味しているのかは殿堂英語のお楽しみってことで戻りましょうか。はい、出ました。ジム挑戦は次の動画でやるとして、ちょっと微妙に時間があるので、まあ、ちょっと見てみようか。あ、なるほど。多いな。まだいいかな。はい、まだ大丈夫です。これなんだろう。シンクロ、シンクロ召喚。多分プリン持ってないよな、多分。まあ確かに初代の時はめっちゃ強かったけどな。氷、あ、凍らせるの、凍らされるの。自力とか。ほう。タイミング返し？何それ？そんな技あったっけ？まあ、それは言えてるな。まあ、まあ悪い人じゃないんだよな、フラダイさんもな。おお、雪のもおる。おお、あ、そうなんだ。あー、まあフラダイさんもな、いろいろ苦悩があったんだよな。根っからの悪人とは言えないんだよな。あー、もう そんな主張することが余計ビルドアップ。おお、はいはい、ルビサファラ、ルビサファからだっけ。あ、そうか。大パかな、この曲。
神王の曲か。はい、じゃあ多分一通り言ったと思うんで、今回ここで終わりにしたいと思います。次回はジムリーダー戦ですね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、バイ。